6日北区の駅前で洗礼をさせてもらっています。4月6日今日はこの王子駅北口利用させていただいて、夕方の7時から8時の1時間の洗礼をさせてもらっています。よろしくお願いします。私たちは2013年に特定秘密法が成立した12月6日を忘れないということで、毎月6日この企画で2014年の2月6日からこの行動を毎月欠かさず行ってきました。その間に特定秘密保護法以外に集団的自衛権行使容認の閣議決定がされ、そして安保法が成立しました。そして今日4月6日共謀罪が国会の審議が始まるという状況になっています。このすべての今までの成立した法律や閣議決定は、日本が戦争に参加していく、アメリカと一緒になって海外の武力行使に参加していく道を開くものだということで、戦争につながるものだと思って反対をしています。この共謀罪は戦前1945年まで日本は戦争をずっとしてきましたけれども、その当時にあった治安維持法にそっくりだと言われています。これは計画を立てただけで、相談をしただけで、例えばテロとか誰か気に入らないやつがいるからだ、やっつけてやるとか、そういうことだけで罰することができる法律となっております。運用の幅は減らしたといっても277という多岐にわたるものです。で、この共謀罪を立証させるためには、相談したという証拠が必要なわけです。そうなるとどうするかというと、盗聴する、監視していく、そしてもう一つは市民同士で密告をさせ合うということになります。この密告社会、そして監視社会がさらに強まっていく、私たちの自由が奪われていくということになります。当然このような行動も共謀罪の対象とされていくかもしれません。私たちはこういうことを通して何も言えなくなる、何も言わせなくする、そういう中で戦争が進むと思っています。ぜひこの1時間いろんな方のスピーチがあります。そして今日は、共謀罪って何っていうビラも任せていただきますので、ぜひ手に取ってお読みいただければと思います。1時間よろしくお願いします。